指令書？何何？グリーンファームのご利用ありがとうございます。ご依頼の品をご指定の場所に配送いたしました。請求書9万リブラなり。 PS、 そんなわけで支払いよろしく。お前のブラザーより。何送りつけてきやがる。指令書が請求書っておかしいだろ。やだ。やだっつっても取り立ては来るぞ。商人なめんなよ、お嬢ちゃん。知るか。うちで助手のバイトします。しない。アーナス様、私少しなら貯金が。ダメだってば。ですが、お嬢様。やだやだやだ。あいつの使い込みなんか絶対に払ってなんかやらないからな。何がブラザーだ。いつか見つけてぶっ飛ばしてやる。ありがとう。いつかは食べないとな。アーナス様、私のブローチを知らないかしら。真珠のブローチなの。いや、知らないの。教授、知らない？金目なものなら泥棒でしょ。罪人を見る目でこっち見んなよ。普通の宝石なんざ、俺にとっては石ころ同然。興味ねえよ。私の勘違いかもしれないから、もう一度よく探してみるわ。私の方でも注意して見てみましょう。私も探してみるよ。ありがとう。ブローチはホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。私、お休みをもらえることになったの。いいね。どこか行く？満天の星空が見たいかな。星空か。夜のピクニック、いいね。クリーブランド城跡がいいかな。祭壇を探した時みたいに蛇用を一掃すればリュリーティスも来れるよね。無理しないでね。
大丈夫、任せといて。夜のピクニックまでに新しいカップケーキ開発するから楽しみにしててね。あ、うん、ありがとう。ちん、これも偽物か。へえ、その宝石偽物なんだ。わかんないもんだね。ジョーちゃん、ちょっと付き合わねえか。一杯おごるぜ。ん？で、話って？実は、ある宝石コレクションを追ってる。バラでも目ん玉が飛び出るほどの値がつくが、できりゃ全部揃えたい。コレクションってのはそそられるね。泥棒の腕が鳴る。じゃなかった、商人のロマンってやつだ。今思いっきり泥棒って言ってたよ。女ってのは多少鈍感な方がモテるんだぞ。男のミスは積極的に見逃しな。俺で試していいぜ、遠慮すんな。鈍感でエージェントが務まりゃ世話ないよ。それで報酬は？王室御用都市高級チョコレートの新作でどうだ。汎用ってのは大変なんだろ、いろいろとさ。飼いならされる気はないね。他を当たって。気が強え女はこれだからな。分かったよ、全部話すよ。コレクションを全て集めれば国家を変えるほどの財産になるそうだ。それだけ？それだけとか言うなよ。この情報を買うのにいくら使ったと思ってる。請求書が来る前に何らか成果を上げたいんだ。もしかして騙されたんじゃ。ジョーちゃん、こんな時こそ鈍感力だろ。それと乗りかかった船は乗れ。ほれ、つべこべ言わず持ってけ泥棒。押しつけたな。悪いか。それにどの道ジョーちゃんは宝石を探すことになるぜ。だから私はあんたなんかに飼いならされる気は。ノンノンノン、ジョーちゃんを動かすのは俺じゃない、この情報さ。情報ってのは消えない魔物でね、知っちまったらもっと知りたくなる。調べずにはいられなくなる。その手には乗らない。そう思うなら放っておけばいい。どの道運命は手を緩めやしないさ。さあ、俺様の何が欲しい？商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。これでいいんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。おお、天体観測ですか。いいですな、仲良し小良しは。イチャイチャしに行けばよござんしょ。先生、連れてってほしいならそう言えばいいじゃないか。え、いいんですか？やだ。
殺すわ。お嬢様、いかがです島での暮らしは。夜が深くて長いね。邪妖との戦闘も一戦一戦が重い。さすが夜の君のとどまる場所だ。お嬢様のお力になれるかもしれません。こちらへ。アーナス様に一曲お捧げしましょう。そんな捧げるなんていいわ。私は音楽鑑賞なんて柄じゃないし、そのなんだか恥ずかしいもの。そうおっしゃらずお付き合いください。アーナス様のイメージで弾いてみました。いかがでしょう。あの、私曲を作ってもらうなんて初めてで、どう言ったらいいのか。話せるものは話し、描けるものは描き、歌えるものは歌う。表現は人間にとって魂の呼吸のようなものです。音楽を奏でるのも特別なことではありません。ごく自然なことですよ。お嬢様も自然なお気持ちでお話しください。そうか、音楽のことはよくわからないけど、ありがとう支配人、元気が出たよ。どういたしまして。何ロイド伯爵へ、以下の宝の探索を。眠れる雫、いずる森、聖書の涙、祖国の名のもとに。なんで霊女を押し付けられてんの。それにロイド伯爵って怪しさ満載じゃないか。まあいいや、調べなくてもいいんだこんなの。自分で鏡台に置いたの忘れてたんだな。リュリエティスったらうっかり屋さんだな。お、なんだ、遊びに来てたのか。バカ猫め、待て。お前、そういえばリュリーティスの指輪も食べたよな。ただの猫じゃないな。お前何者だ。
言わないなら試させてもらう。こら、猫ちゃんいじめちゃダメでしょ。だってこいつがブローチ食べちゃったんだもん。だからって剣で脅すなんてダメよ。脅してないし、私はただその猫が怪しいと思って。まさか猫ちゃんをその剣で解体。違う。よしよし、怖かったですね。ブローチのせいでお腹痛いでしょ。ちゃんと手当てしてあげるからね。もうあいつが絡むとろくなことないんだからな。Please listen me loud voice is Sha Fema Yes, your case El Cerdo Duct Play